エリザベス・リズ・サーノフは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。テレビシリーズ、NYPD ブルー、女剣シジョーダン、デッドウッド10と、セックスとワイルドタウン、ロストのエピソードを執筆した。フォックスのミステリー、アルコトラス、アルカトラズでは、企画を務めた。2004年に、デッドウッド10と、セックスとワイルドタウンの第1シーズンに、 エグゼクティブストーリーエディター兼脚本家として加わる。サーノフは第4話、不意打ちと第8話、処刑の脚本を執筆した。2005年の第2シーズンにはプロデューサーに昇格した。同シーズンでは第3話、狙われた街と第9話、併合か独立かの脚本を執筆した。また他の脚本家人と共に全米脚本家組合賞にノミネートされた。 2005年秋、ロストの第2シーズンに脚本家兼プロデューサーとして加わった。サーノフと他の脚本家人は2006年2月に全米脚本家組合賞、ドラマシリーズ賞を受賞した。2006年の第3シーズンではスーパーバイジングプロデューサーに昇格した。サーノフはクリスティーナ・イム・キムと共に、 同シーズン第20話、一丁の銃を執筆し2007年の全米脚本格見合い賞、ドラマエピソード賞にノミネートされた。また他の脚本家らと共に同年のドラマシリーズ賞にもノミネートされた。2008年の第4シーズンでは再びスーパーバイジングプロデューサーを務め、またレギュラー脚本家となった。2009年に全米脚本家組合賞、ドラマシリーズ賞に ノミネートされた。2009年の第5シーズンからは共同エグゼクティブプロデューサーに昇格した2010年の全米脚本家組合賞では同シリーズで4度目となるドラマシリーズ賞ノミネートを果たした。2010年の最終第6シーズンにはエグゼクティブプロデューサーに昇格した。2011年には FOX のアルコトラス、アルカトラズで共同企画を務めた。 2012年1月16日より放送が始まったが第1シーズン限りで打ち切られた。レズビアンであることをカミングアウトしている。ありがとうございます。